旧陸軍省の紋章現在の陸軍省の紋章アメリカ合衆国旧陸軍省はアメリカ合衆国政府の行政機関であり1789年から1947年9月18日まで陸軍の作戦と管理を行うため存在した旧陸軍省は英語でウォーオフィスとも記される日本語では現在の陸軍省と区別するため級をつけることが多く より現因に近いアメリカが州国戦争省や別名のオーオフィス及びその職務内容から意訳して軍事省、軍務省等の役号を使用する場合もある。1947年9月18日に旧陸軍省は国家軍政省の一部となり、1949年8月10日に国防総省となった。旧陸軍省は内閣の一員である陸軍長官により指揮される。 国家軍政省の一部となって、旧陸軍省は陸軍省と改名され、連邦政府にある三つの軍事関連の省庁の一つとなった。同時に、陸軍航空隊は陸軍から離れ、新たに設立された空軍省の下でアメリカ空軍となった。旧陸軍省の下の文章の下側には、マドクックスバイブという日付と、ウォーオフィスの名称が記載されている。その日付は、 陸軍省が設立された都市を表しており、ウォーオフィスの語は、アメリカ独立戦争の時代からずっと使われてきたもので、陸軍の司令部の意味である。中央に、ローマの様式の銅鎧が鞘から抜かれた剣の下に、あり、上を向いて、銅鎧の首の開口部分に、束頭が固定されている。フリジア棒が剣の先に固定されている。これらは、左側のエスポントン。 ハーフパイクの一種。式杖を兼ね、主に歌詞館、詞館が、使用と、右側の銃剣付きのマスケット銃に挟まれており、銅鎧の後ろで X 状に交差し、剣を固定している。銅鎧とエスポントンの左は、旗竿の頭に、房のある飾り紐がついた出所のわからない旗がある。この旗は、銅鎧の後ろに方向を斜め上に向けたカノン砲の方針がある。 旗の円は上を覆うように、ドラムの上に乗っており、ドラムスティック2本がある。その下、カノン砲の方針の正面に、カノン砲の砲弾が3つある。銅鎧とマスケット銃の右には、旗竿の頭に、房のある飾り紐がついた独立戦争時代の国旗がある。同様に砲画状の迫撃砲が描かれ、内側の方向を向けることで、その下側部分を省略している。 迫撃砲の下には二つの迫撃砲用の砲弾がある。中央部のフリジア棒の上にはガラガラヘビがディスウィールディフェンドと書かれた巻物を加えており、銅鎧の下にはローマ数字でマドクックスバイブと書かれている。現行のアメリカ合衆国陸軍省の紋章では大陸13植民地軍の結成、もしくはその直前に歴史ントンコンコードの戦いをもって開戦した。 アメリカ独立戦争勃発の年である1775年が刻まれており、表記もローマ数字からアラビア数字に改められている。ローマ様式の銅鎧は力と防衛の象徴で、剣、エスポントン、マスケット銃、銃剣、カノン砲、カノン砲の砲弾、迫撃砲、迫撃砲の砲弾はそれぞれアメリカ独立戦争当時の軍で使用する武器を表したものである。 ドラムとドラムスティックは、陸軍の目的と、その意図が国家とその人民に奉仕するということを、人々に知らせるシンボルである。鞘から抜かれた剣の上のフリジア棒とその上の兵語、ディス・ウィール・ディフェンドの巻物を加えたガラガラ蛇は一部の、アメリカの植民地の旗の上に描かれるシンボルで、陸軍による、合衆国を守るための一定の準備を示している。 このウォーオフィスの文章は今日でも陸軍省の公的な記録や文章であることを示すために法的な証明が必要な場合に使用されている。この文章を元にした上記の陸軍の文章は公開される表示などに使用される。ありがとうございます。